トーマス・ベルンハルトは、オーストリアの小説家、劇作家。うねるような心理の細密な独白と、遠征的な世界観を自作の大きな特徴とする。現代オーストリアを代表する作家の一人である。オランダ・マーストリヒト・キンコ・ヘールレンの三人に、非着室師として生まれる。両親は共にオーストリア人であり、母方の祖父はアナーキズムを信奉する、無名作家。 ヨハンニス・フロイム・ビヒラーであった。ベルンハルトは1歳の時に、ウィーンに住む、この祖父のもとに預けられ、ウィーン、ザルツブルクなどで祖父母と共に暮らした。敬愛する、この祖父からの教育は、作家、ベルンハルトの世界観の下地を成している。幼少期から音楽を好み、ギムナジウム時代も、バイオリンや歌唱を学んだ。しかし、ナチス政権時代の学校も、 戦後に入れられたカトリック系のギムナジウムも彼の気質に合わず、1947年に学校を中退し食料を品店の見習い店員として働き始める。この店の店主、ポドロハはかつて音楽家を志し挫折した人物であり、ベルンハルトは彼の訓導を受けて店に勤める傍ら声楽の勉強に励み、間もなくザルツブルクの教会でソリストを務めるようになる。 しかしその後急性六膜炎にかかり、奇跡的に生還するも、その後療養のために過ごしたサナトリウムで結核に感染し、長い闘病生活を送った。退院後は一時新聞記者として働き、1955年にモーツァルテウムに入学、音楽と演劇を専攻した。1957年に卒業、卒業論文はブレヒトとアントナン・アルトの比較研究であった。 同年、死臭、地上で、そして地獄で、を、出版、作家として、活動を始める。1960年、ケルンテン州の衝撃場で演劇に関わって、以降劇作の発表を始める。1963年、長編小説、死亡発表、以降、アムラス、東惑」などの小説を続けて刊行する。1967年、オーストリア国家賞。 1970年、ゲオルクビューヒナー賞を受賞し、戦後ドイツ語圏を代表する作家の一人と目されるようになった。1975年以降、老いたちから青年期までを描く自伝語部作を発表。1986年には、彼の文学の集大成を成す長編、小教を発表した。ベルンハルトは1965年以降、オーストリア、北部、 オールスドルフで生活し、1989年に同地で死去した。彼の使用していた絵は現在記念館になっており、何百もある彼の靴が展示されている。遺言で彼は戯曲を新たに上演すること、及び未発表の作品を出版することを禁じている。ベルンハルトの死は、彼の仮装が済んだ後に公表された。作品中に、しばしば自国への辛辣な批評が現れ、 本国では、ネスト・シュムッツァーなどとも言われる。しかし作品は、国外で絶賛され、多くの読者にその才能を認められることとなった。彼の作品は、幼少期から青年期を通じて体験した精神的な孤独と、彼が存在の限界としての死を見つめるきっかけとなった、病とに深く色づけられている。孤独な登場人物が、具体的な状況に即して、 自分のものの見方を延々と説明するというのが、ベルンハルトの作品の典型的なスタイルである。主人公の多くは学者であり、彼らは愚かな大衆に対する傲慢とも言える超高絶によって、オーストリア人の価値観をこきおろす。非難の対象は国家体制であり、ウィーン市民劇場のような大衆受けする施設であり、国民的作家である。とはいえ、ベルンハルトを、 このような側面のみを捉えて読むべきではない。彼の作品には理想を追い求めてやまない人間が陥る孤独と自己解体とが鋭く描かれている。そして彼らは決して理想にたどり着くことができない。なぜなら実現した理想とはある種の停滞であり、それは結局死の中にしかないからである。死について考えると、 あらゆるものがバカバカしくなるこれは1968年、数年来の数々のスキャンダルによって、マイナーオーストリアン国家賞を受賞した時の言葉だが、この時スキャンダルは、すでに彼の名声の一部であった。例えば小説、キオカルは、旧友によって、名誉毀損で訴えられて、数年間出版できなかった。数多くの劇作、とりわけ、英雄広場は、保守的な団体から、 オーストリア人を貶めたという非難を受けた。これらの劇は同時代の演劇に批判的だった劇場監督クラウス・パイマンによって上演されている。ベルンハルトは死の際にも彼の言う文学的亡命によって物議を醸した。自分の死後オーストリア国内での自作の出版、上演を禁止したのである。ただし彼の遺族はしばしばこれを許可している。 小説儀曲、ありがとうございます。